皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。キングプリンス、長瀬恋が主演するテレビ朝日系推しドラサタデー東京タワー第5話が、18日、51時放送された。以下、ネタバレを含みます。場面写真、コウ松田玄太は、キミコ、恵みに壁ドン。本作は、2001年に刊行されたエクニカオリ氏の同名小説が原作。 5年には黒木瞳×岡田純一で映画化、14年には韓国でテレビドラマ化もされている。永瀬演じる21歳の青年、小島徹と、20歳以上年の離れた人妻、朝野獅子、板谷由香、の美しくも許されない愛を、令和という新しい時代ならではのストーリー、登場人物たちの心の機微を、現代の東京の最新スポットでのロケーションで描き出す。 同級生、楓、永瀬理子との恋を進めることができなかったトールはどうしても獅子のことが忘れられない。会いたい気持ちが抑えきれないトールは獅子を訪ね、気持ちを伝え合う。獅子からの連絡を受け、堂々と手をつないでデートを楽しむトールは幸せの絶頂。しかし、夫、浅野、河本正宏は電話のつながない妻に不審な表情を浮かべ。 一方、家庭教師先の人妻、公子、恵美との関係を続ける康二、松田玄太、トラビス・ジャパン、だが恋人のユリ、苗名の、は密かに浮気を疑っていた。そして、康二は自宅で公子と愛し合う姿をついに、公子の娘に目撃されてしまう。この衝撃の展開に視聴者は絶叫が止まらず。康二は、娘だけは、やめて。 これはトラウマ級のヤバさ。最悪、あかん、もうホラー、娘かわいそすぎる、ハラハラドキドキすぎると反響が相次いだ。自習予告では、ルと浩ジに、最悪の夏がやってくることが、ルのナレーションで入り、トールとシシさんも旦那さん怪しんでるよね、来週はトールも浩ジもすごい展開になりそう。人人とも大人を甘く見過ぎたかな、トール 事と2人を案じる声も多く寄せられた。キングプリンスの永瀬廉が主演を務めるドラマ「東京タワー」テレビ朝日系毎週土曜23時第4話が11日に放送。トール「る永瀬、と楓、永瀬莉子」のラストの展開に反響が集まっている。「写真、東京タワー第4話場面カット」。どんなに強く思い追い追かけても 結局は夫の元へ戻って行ってしまう獅子、板や床。徹はそんな獅子との恋に苦しさを募らせていた。大学の課題にも身が入らないトールは、楓に助けてもらうことに。楓は、お礼に何してもらおっかな。と言って、二人は東京タワーに登る。階段で登ろうと言い出したにもかかわらず、楓は途中で自分が高所恐怖症であることに気づき進めなくなってしまう。 するとトールは、言い出しっぺは白石なんだから最後まで登れよとカエデの手を取った。登りきると、カエデは、この景色が私からのプレゼントです。今日誕生日でしょ。おめでとうとトールの誕生日を祝福。トールがどうしてそこまでするのかと聞くと、カエデは、小島くんのことが好きだからに決まってるじゃん。だから放っておけないんだよと告白する。 カエデは、もう一つ行きたいところあるんだけど、と言い、トールとホテルへ。カエデは、あの人のことは全部私が忘れさせてあげる、と口にし、こってさ、もっと楽しいものだよ。そんな風に苦しむためにするものじゃないと告げた。すると、そのタイミングでトールのスマホに獅子から着信が。トールは獅子からの電話を切り、カエデと一緒にホテルの部屋へ。 トールがカエデをベッドに倒したところで第4話の幕は閉じたトールがシシからの電話を切る展開に視聴者からはスクーンがシシさんの電話切った辛くて断ち切ろうとしたんだね初めて電話切ったえマジトールくんの心が変わるのなどの声が続出またその後トールとカエデがホテルに行く展開にはなんとカエデちゃん積極的展開が早い苦しい スクーン的には楓の方がいいと思うけどびっくり気になるところで終わった続きが気になるなどの反響が集まっているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう